お腹減った時にちょっとウーバーイーツ頼まん。あ、オッケーです。え、まだウーバーイーツ食うぐらいの余裕ありますよ、ね、ウーバーイーツ食うぐらいの余裕あります。来た、もうお腹減って死にそう。しかも俺携帯使っとけ、今自分の携帯であれできんのよ。住所わかります？教えてあげてください、彼に。あの、ここで言ったらあの、とつられるんで、まあ、とつったら全部警察に言うけどね。情報のネタに言うけど。あーって言ってもらっていいですか？ちなみにやけど、俺あんまりとつられても嫌じゃない人よ。深夜の時とか、今まで何回かとつられたことあるっちゃけど、あんまり嫌じゃないけど。今日だって東京ドームにとつられとったっすよね。あ、東京ドームにとつられた。あ、でもね、こういう生配信中に売名目的で来るやつは全部漏れなく警察に通報して豚箱にぶち込む。それでもいいなら、とつってこい。ね、俺らの家とか多分頑張ったら多分情報とか見て特定とかできると思っちゃうね。タコみたいなやつだ。でも特定してきたらもう漏れなく警察に行くけんね。で豚箱にぶち込むけんね。それでも覚悟してもいいけんなら可愛い女の子でもぶち込むけんね。それでもいいならとつ的だけん、結局そこだよ。とつれるけどとつらんのが大人やろね。とつられても嫌じゃないけどネタ提供がてらにぶち込むでもいいやけん。